スマホで情報発信。やっぱ若い頃はなんかスマホなかったよね。今時代変わったよね。と、昨日実はですね、荒尾にプチツーリングに行って感じました。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。お仏壇の販売が天職永田光希でございます。2021年11月の25日木曜日、今ちょうどですね、6時19分の朝動画、外気は7度、今日冷えてますね。まあこれが当たり前なんでしょうけどね、昨日ありがたいことにですね、からオンボロのですね、GB250 ちゃんをですね、初めてですね、荒尾まで、それまで毎日家の近所ぐるぐる回ってたとか、お客様のところにお届け、大体仏具配達用ですからですね、新町まで行ったりとか、そこ近所に行こう、配達っていう形で行ってたんですけど、初めて昨日ですね、荒尾まで行って、荒尾の成田山大勝寺様にお伺いしました。で、やっぱこの時思ったんですけどね、やっぱ時代変わったよなーって。私実は学生時代、今から37年ぐらいまで単車乗ってたんですよね。DT125 とか XT200 とか、あと NV400 とか乗ってたんですよ。実際は25ぐらいまで、6ぐらい乗ってたのかな。就職してからもちょっと乗ってました。でもやっぱあの頃は SNS がなかったんですよね。で、昨日やっぱ一生懸命ツーリングしながらですね、一生懸命写真撮ってですね、一生懸命Facebook に上げてみたりとか、インスタに上げてみたりとか、YouTube ショートに現地で上げてみたりとかやるわけですよ。自体昔は簡単なかったよな、みたいな感じでですね、思いました。はあ、やっぱ時代違うよね、と思いましたね。それはともかくですね、成田山大勝寺さん、とても素晴らしいお寺さんですね。行ってまいりました。安全、交通安全祈願ということで、これ三井グリーンランドの前のお寺、大きなお寺さんが北側にあるんですよね。で、ここですね、確か真言宗の立派なお寺様だったと思いますけどですね、これすごい本堂で、実はですね、お茶を出していただいたら、偉かなと思いました。お茶とお菓子が出るんですよ。うわ、これ俺も見習わないかって、もうこれ、俺は出汁とかお客さんにと思ったですね、偉かなと思いました。もう素晴らしいお寺様でいらっしゃいます。で、七五三の今、受付がかなり多いみたいですね。立派なお寺さんにお伺いしてですね、交通安全祈願という形でお伺いしました。で、その後は天水のこの、あれ、ビーナスラインっていうかなんちゅうか、あそこ、ほら、ライダーの丘っていうかな、あそこの、ちょうど普賢岳に夕日が沈む時でですね、わー、綺麗かなーと思いながら、で、帰りあげ、金峰山、峠の茶屋から降りてきて、ちょっと怖かったですね、峠の茶屋は、やっぱ車が多くてですね、そういう感じで、安全運転で頑張っていきたいと思いますけど、ただやっぱ思ったのが、やっぱ時代が違うよねーって、スマホだよね、今は、みたいなですね、一生懸命 SNS 上げるわけですよ、私がですね。で、見て見て、みたいな、これ、今日ここに来てるよ、みたいなですね。半分は仕事ですけど、半分はやっぱ趣味というかですね、そういう感じになりますですもんね。やっぱ情報発信の時代なんだな、と本当思いました。ですから、当店今日ですね、熊本日日新聞にも広告が3面よかったら見てやってください。それと、こうやって、よいしょよいしょよいしょ。今日の、3時55分から水戸黄門アルゲゲでやります。で、金箔が吹いても剥げない国産物産テレビショッピングやりますけど、そういう先代の父の代からのですね、昔ながらのアナログ、私も昭和の親父だけですね、アナログ大好きなんですけどね、それとまた別に、こういうスマホでですね、やっぱ情報発信、ブログとか、もうブログももう何回ながら、もう結構長いな、7、8年やってるのかな、Facebook もそのくらいやってますね、とインスタがまだ4、5年。でかな、仕事にやってないかな。はい。で、YouTube。YouTube がやっぱり、もう6年ぐらいやってますね。はい、6年ぐらいやってます。はい。で、そういう形でですね、どんどん情報を、もうこれはもう、なるべくお客様のためになるような、それから見て、あ、面白いなって、このさ、アホやなっていう感じで、ためになる情報をですね、発信していけたらなと思っております。そういう形でですね、はい。昨日ツーリングをして思いました。ツーリングで情報発信、良くも悪くもスマホの時代ですよ。スマホが変えたと思います。時代も学生時代とは違いますよね。もうあんななかったですからね。はい、オンボロ GB250 で荒尾成田山大勝寺参拝プチプチツーリングですね。はいはい。お茶、お菓子を振る舞っていただいて、とても素晴らしい接客だなと思いました。
偉かと思います。はい、で年生涯無休、今まで私生涯無休でやってました。はい、もうこの10年間本当休みなかったです。でもまあ、あらかん来年の私4月で60還暦になるんですよね。ですからまあまあしぼぼちぼちですね、もう週1回半日今休んでおります。あの先週はあの映画見に行ってきました。天木ゆきは何だったかな。まあ、映画見、もうおいしさは全然こんばんよ。あと15分ぐらいでそっぽって出てくる。まあ、それはおいしとして。はい、映画見てきました。はい、週1回、あでか、週に1回半日休もうかなって気分転換でですね、そう思っております。はい、で、前、で、いよいよですね、まあ、そういう形でですね、まあ、ぼちぼち。ただ、まあ、私はですね、88歳まで、現役で頑張ります。88末広がりでですね。本当に100歳ぐらいまでしょこたろかってんですね。はい。まあそういう感じでですね。まあ末長く頑張っていきますけどですね。はい。まあそういう感じでですね。今日広告が入りますと、フルスロットルで頑張ります。まああの、本当ですね。商売、それと情報発信ですね。もうこれはもうどちらもお客様のお役に立つことを頑張っていきたいと思いますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、で、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。